はい、こんばんは、島津です。皆さん、ゲゲゲの鬼太郎続きからやっていきたいと思います。前回、そうだね、なかなか大丈夫なんだよね、これ BGM だよね、 BGM っていうか効果音だよね、このケタケタっていう感じの音。ちょっと話戻します。で、そうですね、なかなか独特なね、操作法になれず、悪戦苦闘しながらどうにか先生を閉じ込めたんですけど、鬼太郎がね、様子を見に行ったところ、先生が消えていたみたいです。なので、この後おそらく出てくんじゃないかと思います。おかしくなったのって先生だけだと思う？涼子、嘘、涼子、ここで？突然変なことを言い出してどうしたのだろう。涼子、後ろ見ろって。涼子、涼子、いや、友達の涼子だ。別にいつもと変わった様子はない。え、大丈夫じゃない？え、夜の学校ってなんか気持ち悪いよね。あれ、問題ないよ。あ、いけた、先に。涼子大丈夫？マジで大丈夫っぽいけど。今自分のこと言ったんじゃないの？どうなんだろう。まあ先に行こうか。南校舎の鍵、はい、これで開けていきましょう。はい、めっちゃ怖いこと言うね、涼子。夜の学校ってなんか気持ち悪いよね。それさっきも聞いた。大丈夫？こっちから今来たと。襲っては来ない？ここは？違う、ここ。ここだって。友達の良子は今関係ないの。もう、勘弁してよ。当たり判定が結構雑ですね。良子は、問題なし。で、これは？電話がある。電話なら何でもいいんだ。電話なら何でもいいんだね。はあ、なるほど。まあ、一応セーブしておきましょう。まあ、ちょっと調べていこうか。ちょいちょい。保健の先生の机だ。先生の、保健の先生はいつも優しくしてくれる。はい。こんだけ？異常なし。なんかある？ちょっと待って。何これ？いけない。おい、生かして。生かしてくれ。なんだよ、この見えない壁システムは。ねえ、細いんだって、行けるとこが。ベッドが置いてある。ここにはよくお世話になる。よく、まあ、稽古は、ここに来るみたいですね。行こう。まあ、ここが保健室と。覚えとこうね。ここなんだ。ここ何？俺はここを調べたいの。涼子が近くにいるとね、涼子の方行きますね。なんだ？なんだここ？おお、びっくりした。もう、涼子透けないで。家庭科室。あれ？これ何かしら？涼子は北校舎の鍵を見つけた。ね、北校舎の方へ行ってみようよ。南こんだけ？北校舎行くの？本当に。いや、なんかちょっと調べられない？これ以上は無理か。調理器具が置かれている。こここんだけだったの？まさか。大丈夫？校庭へ通じる非常扉だ。今は閉鎖されていて開かない。
北はあっちだよね。ここが南だから。うん、なんだけど、まずは、南校舎の方を調べようか。先生がどこにいるかよね。おう、うん、怖い。え、北校舎の方へ行ってみようよ。南まず調べた方がいいって。北も行きたいけど、ちょっと待って。この鏡超怪しいんだけど。何も映らない。不思議な鏡だ。とても汚れている。服となんか起きるかもね。2階？ 2 階かね。教室とかはないみたいだね。なんだここ？どういったところ？ね、よくわかんないね。この南校舎の。ここ図書館だ。ん？図書館？図書館だ。見て。本がたくさん。いけない？いけるいける。なんなのもこの見えない壁システムは何遍でも言うぞ。首塚の歴史資料を見つけた。あ、言ってましたね。首塚について。首塚の歴史資料を取りますか。首塚の歴史資料を手に入れた。じゃあちょっと読みましょう。はい。首塚の歴史資料本。戦国時代の末期、時の権力者、田山新吉に対し、重臣、勝田新兵衛が謀反を起こした。彼の突然の謀反により、新吉は抵抗する間もなく、首を切り落とされた、とのことである。A6、12年、新吉の天下統一の念願が叶う矢先の出来事であった。新吉の無念さを哀れに思った僧侶と農民たちが供養のため建てたのが首塚だと言われている。またこの首塚の建立時にページが切れてる。ページの最後の部分が破れていて、先の文章を読むことができない。破れた部分には何が書いてあったんだろう。この事件に何か関係しているのかしら。まあおそらく犯人は新兵衛でしょうね。新兵衛じゃない、新吉か。新吉が犯人だと思われます。まあ首塚っていうのはそういった意味があった、意味があったっていうか、そういったものだったみたい。で、その首塚が壊されたんだよね。新校舎、違う、体育館か。新しい体育館を設立するために、確か壊されて、それ以降、不可解なことが起きてるというお話でしたよね、確か。じゃあ行こうか。北。北はまっすぐだよね。来んなよ。来んなよ。あ、やばい。何？良子。私ってね。あ、もう言動がおかしい。何でもない。何でもない。気になるて。さっきから良子の様子がちょっとおかしい。ちょっとどころじゃないよ。どう？まだ変化なし。おっと。まずい。あ、開ける？うわあ！首塚を荒らす者は絶対に許さない。肌カサカサだよ。保湿しないと女の子だからね、こっちは。陽子、保湿した方がいいよ。意識が遠のいていく。え、ゲームオーバー？回想シーンだ。
無本だ無本だ。これはなすすべないよね。もう背取られてるもん。うん。味方だとね、思って。おお。おい、大丈夫かい？ああ、どうやら気がついたようじゃぞ。保健室っぽいな、これ。違う？図書館だ。なんかわかったの？君の友達まで妖怪に操られていたなんて。そうなんよね。お肌がボロボロでしたよ、良子の。僕があの時に感じた妖気は彼女からのものだったのか。もっと早く気づいていれば。あ、そういうこと？とにかく僕はこうなった原因をもう一度調べてみます。はい。父さんは彼女と一緒にいてあげてください。まあ一人でいるよりかは断然マシですね。知識もあるから親父さんは。何が起こるかわからん。北野、気をつけるんじゃぞ。はい、父さん。北野あれだね、ピン。お、どうした？先生やん。美術室か。妖怪ね、今度は何を企んでおるんじゃ。罠だよね、どう考えても。親父さんはどこいる？え、肩に乗ってんですかね。アイテム一覧にはさすがに出てこないよね。あ、出てこないわ。親父さんどこ？まあ、美術室に行けと。で、図書館かと思ったけど違いますね。つまりここは北口かな？あ、違う。北の校舎だと思います。カゴの中に虫がいる。で、特に何もすることはできないと。生物準備室。あ、だから虫か。つまり、ここは理科室。につながってるんですかね。どう？標本の瓶が並べられている。中にはホルマリン漬けの動物が入っている。理科準備室だね。両方おそらく。両子も操られて大変ですね。なんだ、まだ聞こえてこない、なんか音が。来た。来てしまった。美術室に。こっちだね。ほらほら、ふんふん音が聞こえるもん。あのね、BGM でかすぎ。レトロゲーあるある。BGM が異様にでかくて、ボイスが聞き取れない。イーゼルが綺麗に整理され、立ち並んでいる。これ、イーゼルって言うの？そうなの？イーゼルって言うの？これ。で、ここは？ほら、行きましょう。先生一家ね。それとも、良子？イベントがいた。あ、二人いた。お前も私たちと同じになりなさい。そんな肌にはなりたくない。先生、お断りします。そんなボロボロの肌にはなりたくない。いやよ、青春真っ只中だよ。楽しまないと。まだ生贄にはなりたくない。来たろ、来た。おお、来たよ。助かったわい。
やっと鬼太郎が助けてくれましたよ。これあれだよね、なんだっけ、鬼太郎って体に電気貯められるんですよ。それを放出して妖怪に、ダメージを与えたりすることができるんですよね。放送を聞いてここに来たんだけど、間に合ってよかった。いや、ありがとうありがとう。危うくボロボロの肌にされるとこでした。で、おや、なんだろう、口から何か出てきたぞ。魂じゃないこれ。とりあえずこれで先生と君の友達は、やばそうこれ。もうおかしくなったりはしないでしょう。特にやばくはない。あとは二人を操っていたやつを突き止めないと。父さん行きましょう。あ、行けんの？それ先生の魂じゃないの？大丈夫？あ、消えた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 。先生の魂じゃなくて操るための、まあ魂ですかね。多分そうだと思う。何か落ちてる。ん？拾った？拾ってない。北校舎の鍵と校長室の鍵を見つけた。拾いますか？はい。北校舎の鍵は良子が持っていたものだ。校長室の鍵は先生が落としたものらしい。この後、あ、これ以降は北郎ついてきてくれるみたい。ほら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 、ついてきてくれる。ありがてえ。ありがたいね。これで、来てくれてる。これで怖いものはない。まずは校長室かね。ここは旧体育館へ通じる扉だ。今は閉鎖されていて開かない。こっちじゃない。校長室あった。校長室に鍵、どれだ？あった。はい。これで開いた。はい。ここにいる？ここには、なんだ？日本刀っぽいのがあるけど。日本刀じゃない？ガチの。飾り物の刀の鞘を見つけた。鞘か。これさ、しんべヱの鞘じゃない？これを使ったら、しんべヱから殺されたから、弱点になるんじゃないですかね。もしかしたらですけど。合唱コンクールの優勝旗だ。今年もコンクールで優勝したので、ここに飾られている。そうだね。この学校は歌がね、得意というか。歌に定評がある生徒たちがいるみたいですね。ここ。奇妙な少年だが、なんだか頼りになりそうだ。なんだかどころじゃないよ。もう百人力ですよ。例えるなら。職員室。職員室。電話がある。あ、セーブしとこう。生徒から没収した漫画や化粧品などが引き出しの中にたくさんしまってある。なんか役に立つアイテムはないっぽい。出ましょう。これさ、どこ行けばいいんですかね。今これ多分北の校舎だと思うんだけど、とりあえず調べろってことなんですかね。6月の主な行事とお知らせ。衣替え、校内一斉テストの実施、新体育館建設中、衛生週間。特に意味はないっぽい。ここ、会議室。1回見たら2回見て、まあ3回見てって感じかね。青山女子高等学校の歴史本を見つけた。
取りますか。なんかこっちに続きが書いてありそう、首塚の。どうかな。昭和30年に経ったと。南校舎、敷地内にある首塚を移設だって。昭和43年。移設ってことだから、この時は特に問題なかったっぽいね。俺生まれてねえじゃん。昭和43年、敷地内の首塚を移設。じゃあ、今、新体育館建設現場にある首塚って、もともとどこにあったのかしら。だから、この問題を解決するには、以前あった首塚のとこを特定しないといけない。多分それがね、書かれてるのが、首塚の歴史の書物のちぎれた部分に書いてあるんじゃないかなって思う。2階、ここは？ここは、なんだ？これ。これ何？特に変わったものはない。理科室かな？理科室。ここは。で、家庭科室。あ、家庭科室っぽいね、さっきんとこ。綺麗な雑巾がありました。綺麗な雑巾を取れますか？取っときましょう。なんか起きるかもしれない。違う。あ、ダメだ。ここなんだ。ここなんだ。え？保健室は1階にあったよね。ここ何？ここなんですかね。ちょっと待って。なんだ？暗室のようだ。写真を現像する道具が置かれている。なんか後々現像室を。ネガが見つかって、ね、そこで現像するとか。聴覚準備室。なんかある？モニターはない。フィルムを見つけた。フィルムがあった。これを暗室で現像するんだ。ここけ？いや、ここだ。確かここ。どうだ？あったあった。じゃあね、早速フィルムを現像しましょうか。待ってね。現像できねえぞ。あ、調べるか。カメラのフィルムだ。カメラに入れれば使えそうだ。ああ、そういうこと？まだ、写真を撮ってないんだ、これで。で、どっかにカメラがあるから、それを使って、写真を撮って、現像してくれと。そしたら何かが映るんじゃない？ここは？3階北高扉。開かないんだ。あ？なんだろう今の大きな唸り声は。やばいぞこれ。外の方からじゃな。あ、外か。父さん、僕はちょっと様子を見てきますから。彼女を頼みます。早い鬼太郎。下からさっさ行きましたけど大丈夫かね。まあ、今は大丈夫そう。鬼太郎、頼むよ。2階に行けってことか。いや、もうちょっと見よう。もうちょっと。鬼太郎どっちに行ったっけ？こっち系？いや、違うよね。窓だもん。あれ？俺どっちから来たんだ？こっちからか。こっちから来て、左に曲げていったんか。あっちに行ったんだ。
3階はね、異常なし。ってことは2階に降りましょう。これさ、鬼太郎の後追っていってって言ってんのかね。2階もあの異常ない。うん。つまり本命は1階か、まあ、その外ですかね。どうだ。もうね、先生たちは気絶してるから、安心して、ね、歩き回っていいと思うんだけど、復活しないよね。復活は勘弁してほしい。出れる？あ、出れた。ほら。やっぱ鬼太郎の後追っていけっていうことだったみたい。今、校庭に来てます、多分。うん。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。